明けましておめでとうございます。 YSP テオカーの三浦です。2022年は当店のツーリングイベント、キャンペーン、付き合い本当にありがとうございました。この2023年もモーターサイクルというねツールでもっと楽しくて、もっとワクワクするような遊びの提供をしていきたいと思います。好きな時にね、好きな場所に気ままに移動できるっていう、人間の欲求をね満たしてくれるモーターサイクルって素晴らしいなって思います。まあ本当コロナもそうなんですけれども、ストレス社会の中でね、日々の生活のほんのちょっとした清涼剤になると、皆さんにとってね、あのバイクが元気が出てワクワクするような、そして感動できるようなアイテムの一つになればね、本当に幸いです。 YSP豊川は皆さんを応援していきたいと思います。今年も一緒に遊んでください。よろしくお願いします。でもって、あの2023年1月5日から初売りです。ご来店の方全員に1日1回ギャラポン回していただいて、はい、そうするとこうやってこういったお菓子の詰め合わせからプレゼントしちゃいます。毎日来てもいいです。お正月ね、お餅食べ過ぎたりビール飲み過ぎたりとかしたところに追い打ちをかけるように、カロリーもあっていっぱいですけどね、期間はお菓子がなくなるまでぐるぐる回し続けます。お早めにご来店お待ちしてます。よろしくお願いします。そして、1月の7日8日焼き芋やります。焼き芋機がありまして、開店前からね、多分スタッフがね、焼き芋に全力で美味しい焼き芋を作ろうと思ってます。ただしバイクでご来店の方だけですから、ちょっと寒くてもバイクで来てください。あと前回動画で話しましたけれども、 YZF-R25 は熱々セールっていうのをやってます。1月31日までですけど、詳しくは前回の YouTube かホームページで見てください。さらに第2の日曜日1月8日ですけども、林道ツーリング開催します。あと第4日曜日おはようツーリングも初詣ツーリングをやりたいと思いますので、ぜひご参加お待ちしてます。お客様のバイクとお客様を元気にするというのが YSP トヨカーの創業からのモットーです。今年もスタッフ総出で全力でバイクライフをサポートしたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。もしよければいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではよろしくお願いします。